皆さんこんにちは。日本バトラー&コンシェルジュ株式会社代表取締役社長の新井直之です。今日は幼児教室受験ということで、麹町慶信会の島村美希地区長をお迎えしていろいろお話を伺いたいと思います。島村地区長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。島村先生、簡単に言いますと、ちょっと島村先生の、自己紹介とですね、こちらの慶信会のちょっとご紹介をお願いできますでしょうか。はい、ですね、慶信会、幼児教室として1964年からなので、もう60年近く歴史のある教室なんですが、こう幼児教室の歴史の中でおそらく草分け的な感じの存在になってしまって、その当時の幼児教室で残ってるのは本当にうちぐらいなのかなぐらいになってます。で、私は2代目なので27の時からこの仕事をやって、約もうそろそろ40年ことで、子供たちとどっぷり使ってやってきました。中学高校受験と違って、幼稚園受験小学校受験が専門なので、性格上お父様とかお母様との接し方も非常にこう回数も多く、セミナー等もやってきましたので、やはりこうご両親と共に成長してお子さんを指導してきたという経緯があります。はい、私もですね、実は島村先生と出会ってもうかれこれ6年、私も数多くの先生とか、塾、これお受験の塾を見てきたんですが、やっぱり島村先生だけちょっと違ってたんですよね。で、何かっていうとですね、やっぱり塾、こういう教室って結構、どうしても商業主義にならざるを得ないところがありますし、もちろん資本主義でやってますんで、そうならざるを得ないんですが、島村先生だけそうではなくて、合格させるっていうのは第一目標なんですけど、その先まで見据えた形でご指導してるのをですね、こうお伺いして、この人はちょっと違うなと、本物だなというのですね、それから結構な深いお付き合いをさせていただいて、島村先生とは本当にいろんな意見を話し合いましたし、時にはですね、私もちょっと失礼ながらちょっといろいろ意見がぶつかることもあったんですけど、それが経てですね、本当に島村先生のようなですね、存在っていうのがこの小学校幼稚園受験のですね、中で非常に本当貴重な存在であるなと今も感じて、島先生もかれこれ40年なんですけども、もともとお父様からこちらの塾を引き継いで、されたと思うんですけど、それはなんかきっかけ、もちろんお父様の事業を引き継ぐっていうきっかけもありましたし、島先生としてはなんかこう幼児教室をやられるっていうことに対して何かこう、その時、目標とかあるいは思いとかそういったものがありました。いわゆるこう商店街のね、難題みたいなもんでね、私が10歳の時にこの教室ができたんですけど、麹町から始まって、でも要するに教室の中に私は子供の時からしょっちゅう出入りしてましたから、ある意味八百屋さんであるとかね、そういう商店の中で育ったのと同じで、お客様の出入りとか子供たちってこうやって学んでるんだなって見てきたわけです、なので前職違う仕事だったんですけど、27歳の時にちょっと先代に相談をして、ちょっと仕事の展開の相談してた時に、一緒に仕事やってみろっていうふうに言われたんですよ、で、正直全く考えてなかったんで面食らったんですけどね、それで始めてみたら、育ちの中にいろんな要素が入ってたんでしょう。それで幼児教室っていう性格上、生徒さんとだけ向き合うんではなくて、両親と向き合わなければならない仕事っていうのを理解してたところが、始まりとしては楽だったかもしれないですね。今これすごく、私も当初両親と向き合わなければいけないっていうのは結構こう一般の方は多分誤解があると思うんですけど、受験っていうのはそのお子様の能力をテストで試される場なんで、お子様の能力を上げていかなきゃいけないっていう、多分そういう考えがほとんどだと思うんですけど、ご両親とこう対話をして、ご両親も磨いていかなきゃいけないっていうところ、ここちょっともしかし説明、そうですね、大人になってね、社会との関係の結びつきがどんどん増えてきて、自分のステージを上げていくと思うんですね。ただ子供ができると、習い事であったり幼稚園や保育園、要するに小学校って絡んできますよね、その子供を通じた社会との結びつきが両親をまた別の部分でこう育てていきますよ、だから
まあ、ステージがこうもう一つこうできて上がってくるわけなの で、うん、でそういう意味で言うとその子育てって両親の方の子供をついた社会との結びつきで成長したものがあるから、はい、子供にもフィードバックしてくるということで言うなら、うん、やはりご両親を放置しておくわけにはいかないんですよね、うん、そうですね、うん、でまさしくその受験、まあ、幼稚園受験小学校受験っていうのはそのお子様を通して、うん、ご両親がどういうふうに見られてきたかっていうのをこう見られてるそうですかね、うん、ただ面白いのはねその僕らもこの仕事を始めてからねしばらくはいろいろこうアンチ模索だったんですけど、うん、幼稚園の受験と小学校受験っていうのは、はい、ちょっとこう方向性が違うことがあって、うん、例えば幼稚園の方は縁側の先生方がまずその親御さんの方をここのコミュニティの一員としてふさわしいかどうかっていうのをまず見抜くための面接をしてるんです、うんはいうん、そこでこの方々とお付き合いしたいなという絞り込みの中で交差で子どもを見てくるんですよね、うん、で、まあ、小学校の方は逆でしてまず子どもありきで子どもの能力だとか育ちを見て、うんはい、これはね私よく言うんですけど3つぐらい種類があって、はい、本当にこの学校の付属の財産になる両親っていう度合いの高さで見たいという学校もあれば、うん、まあ、問題のない親だったらいいよっていう学校もある、うん、場合によっては国立をはじめとするいわゆる、親の面接もない学校もあるんですね、うん、これ大体3種類ぐらいあります、はい、なので幼稚園はまず親ありきで始まり、はい、小学校受験の場合は子供ありきっていう整理整頓まで、うん、そこら辺は意外に皆さんご存知ないですね、うん、あそうですね私も島原先生と出会うまでは、うん、まあその幼稚園受験でまあ幼稚園側がその先ほど先生おっしゃられた、うん、このご両親とお付き合いしたいなと思っていただける、うん、ここがポイントになると思います、うん、私もこう抜けてましてそこ、まあ、幼稚園によって違うと思うんですけど、うん、そのお付き合いしたいなと幼稚園側がこう考えられるご両親ご家庭、うん、こういうのってまあ学校によってちょっと違うと思うんですが具体的には言えないと思うんですが、うん、先生のお考えのこういうご家庭なんですよ、うん、あるいはこういうところをこう付き合いしたいと望まれている学校、うん、幼稚園があるんですよ、うん、なんかちょっとお話しください。そうですね大学の付属、うん、高校付属っていう形で大体小学校、うん、幼稚園があるんですけど、うんまず最初に皆さんがその中学高校大学の受験の考えを下ろして、うん小学校幼稚園となった人っていうのは、うん、まず大学ありきだったり高校ありきで考えます、うん、ということはイコールじゃあ就職ありきまで考えて、うん、大学受験まで考えるわけですよね、はい、でそれを念頭にして小学校と幼稚園の育ちとか学びを、うん、考えてしまうと、はい、全く相反するようなものが出てきます、うん、コミュニティの中でその両親と子供が育ちながら将来 の、 その人間力であったり、はい、それから社会に出た時にどういう人であるべきかということを、はいまあ、おそらく自分自身で磨いていくと思います、はい、どちらかというとじゃあこの自分たち の幼稚園の持たれているコミュニティというんですかね、うん、そこに、まあ入っても大丈夫なのかなそうじゃないのかなっていうのが、まあ、受験で、まあ、見られているポイントというのは近いですかね。そうですね、これ僕どういう社会が一番近いかっていう多分ね就職が一番近いと思ってて、ね、業界がありますよね。その業界が例えば金融の業界であったり不動産の業界ってありますけどそういう人たちって大雑把に見るとやはりなんかこう業界によって人の違いがあるじゃないですか、はい、銀行だったら都市銀 の、 方々でもやはり三菱であったり、うん、その会社の違いっていうのはどこから始まるのかっていうと、はい、やっぱりそこにいらっしゃる人材人たちの違いです、ねうんはい、だから昔の方がもっと色が濃くて最近は途中入社の方が多いから、うん、ある意味その本当に能力だけでね、うん、その人材として入ってくるかもしれないけれどもやはりどうしてもその会社の色みたいな、うんはい、でこの会社の色と学校付属の幼稚園、うん、付属の小学校の色の違いっていうのはイコールなんですよ、はい、そうですね、うん、だこれはある意味その縁側や学校側はやっぱりその人材を求めて面接をしたり交差をしてるんだと考え方が一番正しいのかなと思います、うんうん、あそうですねまさしく今私も改めてこう理解がすごく深まったんですけど企業の面接とすごく似てますね。例えば今例に出された、うん、金融で銀行でって例えばメガバンクでって括りがあっても、うん、三菱 UFJ 銀行と三井住友銀行では、うん、やっぱり働いている方の
気質が違うんですよ、全く別物なんですよね。でそれはまあ確かに企業文化であり、まあ、幼稚園入試、まあ、小学入試も一部ちょっと早いかもしれませんけど、まあ、そういうところをやっぱり自分たちの校風、まあ、校風というか園風というか、まあ、そういうところで合ってるかな合ってないかな、ちゃんと大丈夫かなってそういうところを見られてるのかなと、そうですね、今非常に分かりやすいなと思いますね、まあ、でもそれの原点って何なのかというと、そのご両親の育ちなんですよね、はい、だから、おそらくその家系的に見れば祖父母の代、場合によってはもう江戸時代ぐらいの遡ってもいいぐらいその人間とつながりがあるから、そこでこう積み重なってきた気質とか資質みたいなものというのが、いわゆるその人の姿を作り出してるわけです。だから夫婦って面白いもので、自分にないものを相手に求めて結婚することが多いから、まあ共通項の人もいるけど大体そういう方が多いでしょ。そうすると自分の家系や生き様の中にそういう、他人の血が入ってくることによって、新たに100と100が合わさって200になっていくみたいな世界観なので、そういう意味で言うと、その小学校幼稚園の面接がご両親であるのが普通なのは、ある意味その片方だけだとやはりその確認できないことがありますから、両方とお会いした上でここの人材としてふさわしい方かどうかを見抜こうとしているんだろうと思いますね。